皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。さっき昼寝してて起きました。で今日は休日なんですけど、土曜日はねいつもねパパさんはお仕事ですということで、今日も休日のワンオペルーティンを撮っていきたいと思います。お腹も大きくなってちょっとググだけですごい息切れするんですけど、まあまあまあなんとかやっていきましょう。ということで子供たちがこの後プールをしたいと叫んでおりますので、プールをしていきます。暑い今日も。最後まで見ていただければ嬉しいです。それではどうぞ今からあのあれね、膨らまして遊ぶ。暑いし。オッケー、みんなちゃんと水分を取ってよ。はーい。せーの、うんとこしょ。あー、プールだ。プールはやらないけど出します。じゃあひまがこっち引っ張るから、ママこっち引っ張って。せーの、オッケー、膨らますよ。はーい。めいちゃん、お湯張りをします。やばいやばい、お昼に残してた洗い物放置してたから洗わない。もう洗い物着ないからさ。ああ、ごじいた。今のうちに洗濯物を取り込む。なんだ。車。正解。お絵かきいいね。ああ汚い。ナイスよめいちゃん。かわいい。あね。三二一。ほらお尻の片付けた。上手。マク上手。タイヤ書いてるじゃん。うん、ブーブーだ。上手。うわあ、寝転んじゃった。ああめいもするそれ。お疲れ様。楽しかった？楽しかった。ちょっと待って、待って、今そのまま食べるよ。ねえ、ダメだよ、泥だらけなんだから。ここで足拭いて、拭いてくるから。はい、中入って。はいはい、万歳しよう。もうしまい。ほら、お兄さんが来てるよ。風邪ひいちゃう、おへそ取られちゃうよ。はいは？はい。はい。なに？もうそんなんやってママの機嫌取ろうとしてるの、あなた。なになになに？なに？あ、なに？へへへ。パパンチヘイが。パパンチ！パパンチ！チェー！パパンチ！パパンチ！はい、はい、イン、足長アンくん。あー、暑かった。あー、もうまた走り回ってる。めいちゃん、わひわひ、気持ちよかったね。すっきり。明るい時間のお風呂は最高ですね。はい、まずこちら、エナオーガニックプレナムのスムーストリートメントローションをつけていきます。わひ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 。それは、お前の家に入れないんだよ。
お酒じゃないんでってね。どう？この時間のお風呂良くない？気持ちよかったね。いやめっちゃ気持ちよかった。最高でした。もうあとご飯食べて寝るだけやからな。ご飯食べて歯磨き。あ、歯磨きしないので寝るんですよね。あなたは宿題終わりましたか？終わってませんよこんな感じで化粧水塗ってドクター G の RTX セラム、こちらの美容液を使っていきます。この美容液がハリの入ってる美容液なんですよ。今めっちゃ流行ってるやつ、マジで流行ってるから。で、私ドクター G めっちゃ使ってんのよ普段から。朝にこれを使ってます。で、これ日焼け止めクリームなんですけども、めっちゃ使いすぎててないねんけども、これ SPF50 になってるんで日中用クリームみたいな感じで使ってる。これちなみに2回目です、リピで。もうこれハリが出るっていうのでもう絶対使いたいと思って最近使ってるんですけど、夜に美容成分の入ったスキピュールとエクソソームを使った早くそして確実に効果をもたらす美容液なんですよ。ドクター G のこのスピキュールはこのスピキュールそのものに美容成分が入ってて、たった3秒でね浸透させることができるみたいなんですよ。すごいよなマジで。ほんでエクソソームはこの毛穴よりも2600倍小さいらしいです。3種類あって美白ケア効果、水分ケア効果、ハリ弾力ケアができます。私はその中のペプチショット使っていきます。こんな感じになってて、ペプチショットの特徴がこの塗るフィーラー効果でたった3秒やで、たった3秒でハリのある肌が完成っていうやつなんですよ。ペプチドスピキュールとセラミドエクソソームっていう美容液が入ってるみたいです。で、私今やっぱ妊娠中なんで皮膚科行くっていうのがなかなかできなくって、家で簡単にケアできちゃうのはすごくいい。スピキュールが入ってるんでこうくるくるくるって塗り込むっていうよりもこう優しく押さえるようにこんな感じで塗っていきます。これを塗った時はうわービリビリするとかそういうのはなくって、結構なんか全然平気って感じ。ちょっとピリピリっとする感じかな。見て、すでになんか引き上がってるように見えねんけど。どう、ツヤツヤしてでしょ。うん、もちもちあとこの2種類についてなんですけど、ビタミンショットですね、こちらの特徴がこんな感じで塗る肌トーンケアができるんで、たったこれも3秒でツヤ透明肌が完成という感じです。で、こちらのヒアルショットなんですけど、これの特徴がこんな感じです。塗るウォーターピーリング効果なんですけど、これももう何回3秒って言ってんねんっていうぐらいなんですけど、さった3秒で水光肌の完成っていうものになってます。それぞれに特徴があるので自分のお肌のコンディションに合わせて使うっていうのもすごくいいかなと思ってます。美容液を塗ったので次がこちらですね、ドクター G のレッドブレミッシュクリアスージングクリームを使っていきます。ハリが入っている美容液なんですよね。なので多少ちょっと刺激があるので、このクリームみたいに鎮静効果と保湿効果が高い水分クリームで仕上げるとすごくいいです。スパチュラで取って、でこのクリームすっごい伸びがいいんですよね。肌にのせた時にもうスーッと伸びるから、結構少量でも全体的に伸びてくれる。そういうこと、カンカンやらない。ありがとうめいちゃん。うん、伸びが良くてほら水分量がやっぱ多いからすごいもちもちになる。水分補給。はい、ということでスキンケア終わりました。終わりました。今回紹介したものは9点で購入できるようになってますので、ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。ちょっと見てください。ということで髪の毛乾かしてこよう。ひーまこれ自分の持っててください。はい、ランチョンマットは自分で畳んで。畳むのね。畳んで。どうしたの言ってごらん。なにどうした。毎日1日1回は泣くね。どうした、ママ牛して欲しかったの。あ、また昼寝してます。夜泣きすごかったんだよね昨日。だから寝てるんです。甘かった。今は寝てくれてるから今のちょっとほらめいちゃんご飯作った。一緒にママとご飯する。ご飯する。トド、ちょっとママ目つぶっていい。ダメ。ママおしっこ行ってきていい。あ、ダメ。ママうんちしてきていい。あ、ダメ。ママうんちしてきていい。あ、いいんかい。ママおしっこしてきていい。あ、いいんかい。宿題やってるけど偉いって。マジ偉すぎる。宿題終わったらママとハグタイムしよう。わぁ、いいでしょ。ちょっとしていいねねとハグタイム。2人とやりたい。ママとってこと。
めいちゃんめいちゃんめいちゃん、パパ帰ってくるまでにパパのためにご飯作るでしょ。え、じゃあママ、今青く寝てるから、今のうちやっちゃう。ハグ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 、ぎゅーしてください。で、ね、二人でやりたい。そんなこと言わないで、ちょっとだけ食べて。ママチャージ、ママからエネルギーをもらって宿題できるようになるみたいな。あー、思った。はいはい、1,2,3,4,5,6,7,8。やろう。最強景色が見れた。うん、みーちゃん、泣かない。じゃあ今からやろう、おいで。とか作ろうか、とナスの煮びたしも作ろうか。で、出てまくりましょう。あ、かわいい。かわいい、めいちゃん。結構、いいな。もう、めいね。めいちゃん、何切ってもらおうかな。玉ねぎ切っていいよ、じゃあ。スライスしてもらっていいですか、じゃあ。スライス。え、うん。スライス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 。スマイリス。スマイリス。スライス。スマイス。見て、めちゃん。こうやって切れる。そうそうそう。今日は玉ねぎの味噌スープにするよ。そう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 。できた。どうしたの？目痛いの？今からナスの煮浸しを作っていきます。なんでねえの？待って、これだけこれ切って、みーちゃん、こうやって切るんだよ。こうやってみーちゃん、縦に切って。はいよ、見に行ってくるのか。うん、お願いしていい？ありがとう。そうそうそう、で入れて、これみーちゃん混ぜ混ぜしてくれる？混ぜ混ぜ。うん、ちょっとこれはさすがに火傷したら大変なんで、めいちゃんが切ってくれた。あ、おいしそう。完成。おはよう。はいよ。ブグミよ、ブグミよ。はいよ、わかった。何なの、何が嫌なの、何が嫌なの。全部嫌だ。あくん、見て、これにする？ブーブー、ほら。ママ、はい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 、ママママて、なんでパパに会った瞬間バーバンチなの？ママて、パパ見るとバーバンチ行きたくなるの？ママて、ママて。じゃあまた行こう、ね。よいしょ。一緒バーバンチって言ってんの。行きません、行きません。なんでいきなりそんなママがな、悪者みたいになんの。ママ行こうね、ね、行こう、行くっしょ。行きません。ダメよね、行きたいよね。行かない、もうご飯の準備するから。 It's almost for dinner time。 カレーメニューです。お米がないんですね、今うち。なのでカレーが余ってるので、カレーうどんにします。これカレーももう具がないからね。カレーうどんできたよ。はい、ご飯、ご飯、ママ食べていい？いただきます。いただきます。もう一つ食べた。あ、それメイがね、来てくれて。え、そうなの、メイちゃん。おいしい？うん、メイ、なんでメイの食べないの？このメイの食べたい。え、メイの、え、嘘、これも。あ、これ、これ、そうそうそう、パックに来たやつは嘘。うん、おいしい、メイちゃん。ありがとう。ね、ママ、パパに美味しいって言った、チクって。ねえ、頑張ってきたもんね。あーあーあー、ナスは嫌いだけど、これは食べれる。美味しい？それ多分メイだよ、きっとやつ。うまっ。美味しいって、メイちゃん。
よかったね。え、めいちゃんがさ、切ったやつ食べてみていい？どこだ？めいが切ったやつ。あった。いただきます。うん、めっちゃおいしい。めいちゃんが作ってくれた。あ、味噌汁やば。めいの世界一おいしい。バーバンチスイッチ入ってる。どうしたの？お箸がいいの。あ、お箸がいいのか。難しい。あ、ちょっと、これ、これ。ママは言葉わかるんですよ。精米に行ってくれてる間に私は洗い物をドンキホーテから帰宅ドンキドンキホーテはい、足マッサージして。はい、お願いします。日頃の感謝を込めてユーリ様って。はい、お疲れ様です。いつもありがとうって。いつもありがとう。大好き大好き。ご苦労様。お腹苦しいのにありがとうって。お腹苦しいのにありがとう。ご飯いつも作ってくれてありがとう。歯磨きして寝よ、みのるさん。あおくんの歯磨きして。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ。仕事バイバーイ。バイバーイ。時短。